だけど今逃げていっちゃったら逃げていったよ。僕がセンターハウス真ん中やれば、僕が中盤やれば、そうね、みんな色んな可能性作ったかなみたいな。今ダウンレッグで、センターバックだって中盤に行くと、徳島に出なくてよかった。で、中盤やったりしたら、でも今センターバック、でもいろんなとこやって。リッキーってワードの選手、昔は最後に、はい。フェイスラストレス、トップホールの前に何回も落ちてたりとか、もしくは一番前のセンターファーストいろんなポーションやってんだ、いろんなポーションこのことできるようになったらいいんだよ。テントライトのキーパーのテーマでも何回も落ちてきたよな。ここやろうや、今勢いが出てきて打ち上げたことがたくさんできたら、うまくなるチャンスだよ。チャンス、東尾もやるでしょ。どうしたらいいか。でもトレーニングそんなに難しくやったら、マークを自分の前に置く、お願いを考えて、こうしたみたいな。失敗したら続ける。奥手を良くしたら遠くが見える。チャンスだったらシュートを打つ。スペースだと申し出す。ここ繰り返しやってみようがいいか。いいですか。見て、勝ったらみんなね、ピッチ挨拶、負けたらバラバラ、違うでしょ。ピンチの時までぶつかれないから。ピンチの時ほど、一緒になって、そこ強いかもしれない。助けはない。フリがじゃあ困ってるんだったら早く助けてやるよな。フリ、一緒の人が困ったら助けてやるよな。そこ大事に、プレーしなくても怪我して、みんな病院行くんだよ。みんなプレーできてるよ。完璧だし、力をもっともっとやってやるって気持ちでね、変えて、次は収録であります。みたいになったらすごい。集合場所も確認して、もう一回やる気を見せた顔になって、まあ、こっからですよまだ。学んでうまくできたこともあったはずよ。テントライで待ってれば全部悪かったんですよ。行きますか、そう。全く行かないか。行かないってこといっぱいある。
ら、この試合が前半終わったら、今 T バイ準備してたな。
じゃあ移動する準備しよう、移動する準備しよう。
Thank you.